コース、ね、はい、どうぞ。え、そう、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。あ、もう一人いや、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ごめん、マイク忘れてた。どうしろって。いい？はい。こんばんは。こんばんは。7時からはお今日はつらいよ始まります。お願いします。お願いします。それでは今日の虎語録行きたいと思います。はい、見えるかな。じゃん、見える？見えるか。見えた？見えます？見えるかな。持ってよこれ。はい、はい、今日の虎語録は寂しさなんてのはな、歩いてるうちに風が吹き飛ばしてくれら。ほう、はい、これがね、トラさんの映画の中で出てきたセリフですが、今日はねちょっと風強いですね、いつもより、うん、ね、どう、寂しさは取れた？いやー、まあ、寂しかったんですか？何、寂しいですか？何、意味したこと言ってるんですか？何意味したこと言ってんの？なんかこれ、ちょろってちょっと聞いたんだけどね。いやいやいや、もう元気ですよ。元気ですよ。あの、少し前はね、気になる子がいるんだよね。おお、初めて聞いた。ついに。そうよ。で、ついこの間聞いたら、って言ってたね。これ言うとこだ、これ、ちょっと。ダメ？全国ネット流れてる。まあいいや、まあいいや、まあいいや。言うことじゃなかったね。オッケーオッケーオッケー。そういうことなんでね。はい、あの、外に出たら、風がね、寂しさを吹き飛ばしてくれる。うん、ああ、なるほどね。はい、ね、なるほど。でも、私もそうなんですけど、うん、なんでか、うん、こう、秋から冬にかけての、こう、夜の吹く風、うん、すごい人恋しくなるんですよ、ね。寂しいですよね。寂しいです。今日ね、駐車場から来るときね、寂しかった、ちょっと。なんでだろうね。ねえ、この時期からのさ、風って寂しくなんない？うん、なるよね。私なんかさ、それで歩いてるとこのまま電車とか乗って知らないところ行っちゃおうかなみたいな。そんなに？そう、そのぐらいなんかね、おセンチになっちゃいますよね。あ、でも分かる気がする。うん、ね、でもあとはね、あの、今まで暖かかったのでね、うん、この風に吹かれて体調崩さないようにね。そうですね、はい、してください、うん、では、はい、今日のタラゴロクしまいますね。はい。はい、では今日は、はい、見えるかな、ここ塚本くん。塚本くんでございます。はい、塚本くんにしました。いいでしょ、なんか国会議員みたいな名札でいいでしょ。国会議員。ちょっと偉くしてあげた。いいですね、ありがとうございます。選挙出るんですか？選挙は出ませんよ。でもあるんですよね、市議会議員があるんですよね。市議会議員の選挙がなんかね、まだ先ですよ。市議会議員なんかやる、市長になっちゃったらいいですよ。おー、やれですよ。だって関係ないでしょ、別に市長。え、でも町長、町長牧野原は市、あ、市ですよ。市か、まあやめてくださいよ。ちょっと市ですよ、市ですよ。じゃあ市長目指して。目指そう、目指そうね。あの、いいじゃん、笑いヨガでね。そうですよ。ああ、笑いのある街を。そう、あ、ね、いいですね、マニフェスト。そうあ、いいですね。みんなが笑って投票するってことで。あ、笑いと、あ、いいですね、笑いと投手、ね、そう、あ、いいですね。ね、その、ね、笑いヨガの講師、はい、講師をやってます、はい。いつから？あ、私2年前からやっております、笑いヨガの講師を。その2年前に笑いヨガを始めようと思ったきっかけは、うん、笑いヨガきっかけですか、うん、これ前ちょっと喋ったことあるんですけどね、あの、私ある研修にちょっと参加したことがあってね、うん、そこでたまたまこう隣に座った方がね、あの、まあ、たまたまその笑いヨガの講師の方で先生だったんですけども、その方がね、こう、まあ、前に出てこう自己紹介するじゃないですか、うん、で、まあ、よしみさんって言うんですけど、私の名前はよしみなんとかですら、うわっはって笑い出したんですよ。やべえな、こいつと思って。これやばいやと思って。かなりやばいね。やばいぞ。あーと思って、でもまあ隣にいるから話しかけなきゃいけないかなと思って、うん、あ、こんにちはって言って、うん、
で、言ったら、なんかね、タブレット持っててね、うん、それでこうやってね、あの70ぐらいの方ですよ、タブレット持ってね、写真を見せてくれるんですよ、うん、こう、インドネシアとかね、アジアの国々を回った写真を見せてくれて、こうやってす、私の父親よりも上の方がね、ぜあの海外を飛び回ってね、うん、こうやってやってることにすごく、こう、なんだろう、衝撃を感じましてね、引き込まれたんですね、うん、で、その方に話を聞くとね、俺59歳でね、末期がんになったんだって言うんですよ、うん、そう、で、もう3ヶ月で助からないって言われてた時にね、うん、でも私は直す、笑いで直すっつってね、うん、毎日30分笑い続けたって言うんですよ、うん、すごい治療方法だね、俺で俺な笑いで治ったんだって言うんですよね、まさにこう敏感療法ってやつそのでいいんですよ、ここ で、 で、 でも笑いで治ったなんてじゃねえんすか、でも実際はですよ、実際は笑いながら、うん、あの抗がん剤治療もやってるし、うん、そういう抗戦治療も やりながら治したんですけども、うんうん、まあそういった、抗がん剤治療 の、 その耐えるために、その気持ち的にすごくね、うん、耐えるためにね、やっぱその笑いっていうのがすごく効果的だったってことをね、おっしゃってましてね、うん、で、それを聞いてちょっとびっくりしましてですね、うん、そう、ほんで、まあ、その方はね、今ね、その自分がその笑いで助けられたから全世界を回ってね、世界旅行行ってね、世界の方と今笑ってるんですよ、世界旅行行って、ね、でこの前エベレストじゃないや、なんだっけ、モンブランか、うん、登ってね、登頂してるでしょ、そこで笑ったの、そう、ほんでモンブランってヨーロッパですけど、モンブラン、モン、あ、モンブランか、違うわ、なんだ、なんて言わないかな、チョモランマじゃなくて、チョモランマじゃなくて、なんだっけ、モンブラン、とにかくお山なのね、そう、すごい高い山に登ってたそう、山いっぱいありますからね、そう、高い山、高い山と間違えないと困るしね、でも富士山より高い山ですよ登って、ね、そういう背中を見せたいんだって言ってやってるわけですね、で私はそこまでできないけども、うん、まあ、自分の周りのね、家族とかね、できるかなと思ってね、うんうん、まあ、その方から DVD を借りて、で買って、うん、で家族でやり始めたっていうのが、まあ、きっかけですね、あ、洗脳されちゃったんですね、まあ、洗脳、まあまあ洗脳っていうのが分かんないけどそう、まあ、それがきっかけですね、そうそうそう、でもそれをね、こうまたみんなに伝えようっていうのが、ね、うん、すごいですよね、まあ、そうですね、うん、まあ、介護をやってて、まあ、介護施設やったら結構ね、うん、私に評判良くてね、これちょっとやっぱやってみたいなと思ってね、うん、でもよくね、うん、ほら無理くりでもこう笑う、うん、笑うといいってね、そうですね、うん、そう、笑いヨガって何かっていうと、面白いことなくても笑っちゃおうよってことです、あ、うん、そうつまんないのに笑ってるよっていうことです、うん、そう簡単に言うと、うん、そうそうそう、じゃあちょっとヒットする、うん、本当はつまんないんですね、あ、タオリじゃないですか、タオリじゃないですか、ちょっとそういうシステムなのこれ本当のことでこれ倒れるんだ、どんなシステムだよこれ、ナイスナイスナイス、一番いい仕事してるよねえ、ちょっと倒れちゃったじゃないですかじゃあその笑いヨガを、はい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 、つかちゃんの今一番お気に入りの笑いヨガ、うん、今一番お気に入りか、うん、そうだな、じゃあ、あ、季節的に、季節的に稲刈り笑い、稲刈り、稲刈り笑い、稲刈り笑い、早いね、やった、高野さんやってくれたこの前ね、やっぱ稲刈りって今こうコンバインでやっちゃうけどさ、うんうん、昔はこう一つ一つ 手でこうやってやってたけど、こうやって、あー、やってたね、やってたね、やったことあります、うんうんうん、今あれやると腰やりたくないですか、あーってやりたくないでしょ、うん、あれを笑いようがやるんですよ、どうやってるかって、これでね、うん、これで稲を持つじゃないですか、うん、これで鎌を持つでしょ、これでイエーイと、イエーイとだ、うわこれ稲刈り笑い、みんなもね、そうそうそう、一人やると恥ずかしいから、言います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 、はい、みんな顔で言いましょう、イエーイイエーイだーいいぞいいぞイエーイ、いや素晴らしい、いやー今日初めてね、初めてやったね、いやーやさすがですね、このノリの良さ、いいね、愉快になるね、稲刈り笑いってです ね、 ね、そうそうそう、ハッピーが降り注ぎそう一人冷めてるじゃん、そこにいるけどまたいくつなんですか、もういくらでもありますよ、ねえ、うん、何万ってありそうですね、これそこまで考えてないですけどそれも全部覚える、うん、いやもう家庭作ってる自分でこれないですよね、稲刈り笑いなんで、一応師匠はいるんでしょ、師匠いるけど別に教えてくれないし、ああの基本は教えてくれますよ、でも別にあとは自分で作ってって、そっからアレンジして、そうそう、アレンジしていくってことです、お経は辛いよ笑い、あ、いい、やって、あ、お経は辛いよ笑い、即興で考えて、そうですね、今こう振り返ってしてる、脳みそ振り返って、お経は辛いよ笑いですか
ちょ番組最後まで考えていいですか。もうそんなこと言ってみるからさ、上の空に上の空になっちゃうよ。あと20分ありますよ。大丈夫大丈夫。募集すればどうですか。あ、お今日はつらいお笑い募集どうですか。いいね。お今日はつらいお笑い、どんなん、高野さんどうですか。僕はやるようだって、師匠だから。僕のお、高野ちゃん、お、イエーイ、よし。第一やん。そう、2回通ってるよね。そう、あのですね、生徒さんなんだよね。私の地元にね、来てくれてるんですよ。そう、第一案ですね、これが。そう、水曜日にね、やるの、第一週の水曜日にやるんで。そう、わざわざの、牧野原でやるんですか。牧野原、勝俣まで来てくれてるんですよ。勝俣へ。ほんとありがたい。ほんと田んぼしかない。ね、ほんとそうだよ。勝俣、公民館かなんかでやるの。あ、そう、公民館、勝俣会館とかでやってますよね。そこまで、1時間ぐらいかかるでしょ。すごいかかるかな、ね、混んでる時かかるね。そう、今 ね、出たんでね。そう、はい、勝俣笑い岡クラブってね。そうそうそう、第1水曜日10時から第1水曜日毎月やってます。あ、すごい。勝俣会館、勝俣会館のところでね、やってますので、ぜひね、興味がある方はね、ぜひ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 。人数がすごいですよ。ねえ、エコさん暇でしょ。会場いっぱいジジババが、ね、ジジババがね、エコさん行くって暇でしょ。エコさん来るんすか。多分ね、一番暇な人だと思う。エコとスマイルに興味がないって言ってる。エコスマイルなのに。いやー、そうです。笑っちゃうね。エコスマイル、笑い声はね、笑い声みたいな。ねえ、エコ、そうですよ ね。でも笑顔素敵ですね、エコさんね。そうそうそう、素晴らしい、うん、よく笑うしね。あの、笑いを取りたい時のね、多分ね、エキストラになるね。あー、なるほどね。笑ってくれてね。そう、はい、勝俣笑いヨガクラブ、ね、第一水曜日、10時から、10時からやりますので、勝俣会館で、うん、ね、また行ってみてください。ぜひぜひ。参加費は無料で、ね、あ、300円で。あ、300円でやってますね。で、これ1時間。そう、1時間で。あ、そう。で、それ終わってからの交流会でね、コーヒーとお菓子が出てね、へー、そういう交流会です。それで赤字なんだ。いや、赤字じゃないですよ。全然赤字じゃないですよ。300円。300円でね。全然大丈夫。高野さん、行ってみてどうでした。あのね、最初ね、やっぱ笑いにくいんですよね。勝手に笑いって言われても笑いにくいんだけど、つかちゃんがね、誘導してくれるんですよ。いや、まあれうまいんだ、その誘導の仕方。へえ、そうなんだ、うん、いや、嬉しいこと言ってくれますね。おじいちゃんおばあちゃんもほらね、ちょっと、ね、動作のろいじゃないですか。だけどね、ちゃんと合わせてくれて、うん、笑ってくれるからね、笑うからね、またみんなでわーわーわー言うから。もっとじゃあ広めていきたいね。本当そうです ね、ぜひぜひ、うん、八重洲テレビから、ね、昭和の歌のスペシャリストだ。あ、そう、もう本当。そういえば歌も歌うって言ったもんね。あ、そうですね、うん、もう昭和、ギターも弾いちゃいます。昭和、昭和歌謡ったらもう何でも。あ、そう、湯の町エレジーから、そうそう、旅の夜風から。すごいね、渋いね。もう何でも歌いますから。私も大阪ラプソディーとか歌うけんね。あー、大阪ラプソディー、あー、コモエスター赤坂とか知ってる。知ってる。よくね、うちのお母さんがさ、カラオケ好きで、うちで歌ってたんだよね。あの、ほら、ハチトラのカセットの時代。へー、ハチトラカセット、それをうちでやってて、そんな歌ばっか聞かされたから、うん、元バスガイドでしょ。ああ、そうですね、だからか。でもね、日本一歌を歌わないバスガイド。そうなの。そんな、めったに歌わないのね。めったに、そう、めったに歌わないけど、一曲歌っちゃうと止まんなくなっちゃうね。大阪ラプソディどんな歌、俺知らないんだけど。ちゃんちゃんちゃん、チャララッチャララッチャララッチャーンちゃんちゃん、チャララッチャララッチャンチャンチャン。はい、終わり。歌はねえの。歌があるんじゃないの、それ。それは次回、小出しに。なんだ、ちょっと楽しみしたのに。あ、そうですか。そうなの、そうなの。へえ。じゃあ、あれ、これからもまだ続けて。そうそうそう、出かけてってね、ちょっと笑いヨガの真髄をちょっと盗んでやろうかなと。ってことはさ、高野さんもかなり暇ってことだよね。いや、そう、その午後から仕事行く。そう、貴重な時間を使ってですよ。そこでね、最近気合を入れてね。朝からさ、なんかさ、こんなのってさ、そういうの余裕出てきてるから。おっと、それでこの貫禄ね。いいね。あ、そうですか。ちっと、牧野原に行くもんで。あ、笑いながら、これで。いや、ダイエットもできる。カロリー結構ね、使うんですよ。あ、そうですね、笑うとね。そうそうそう。
そうなんだ。で、その笑いヨガはどんなところで、つかちゃんはこの、あの笑いヨガクラブとは別にどんなところでお仕事してるのかな。いつも介護施設とかね、デイサービスだったりとか、まあ特別は行かないかな、うん、そういうところでやったりだとか、あとかあの施設が多い、施設、サロンが多いね、地域のサロンっていうんですかね、今やっぱ介護保険をなぜか使わなくてね、家で見るっていうことが言われてますんでね、やっぱ地域でそういうサロンを開いてる多いもんですから、そこで今お呼びがかかってやってますね。でもやっぱいいんだろうね、よくほら介護施設もさ、音楽療法っていうのをやるじゃんね。そうですね、それと似たような感じで、やっぱこうね、お年寄りが普段ね笑わないでいるお年寄りがね、笑ってくれるっていうのはね、すごい活性化になるんじゃないかなって思って、ね、音楽療法私も目指したんですけど、私ピアノを弾けなくてね。あれね、そうだね、ピアノ弾けないとね、そうダメだったんですよ。そうなんかね、一番の初口はピアノじゃなきゃいけなくて、最終的にはギターでもいいんですけど、まあ、一番最初のところでもつまずいちゃって、でもさ、すっごい不思議なのが、認知症棟に私はね、介護士で入ってたことがあるんだけど、認知症があるお年寄りでも、昔の歌だけは歌えるの。そうですね、ね、不思議だよね。そう、昔自分が輝いてた時代って覚えてるもんですからね。ね、だけど歌はいいんだけど、合奏になるともうめちゃくちゃトンのチンの缶ばっかりやね。あ、そうですか。なるほどね。本当に鈴を鳴らしていけないところでジャラジャラ鳴らしたりとかね、そうすると職員のね、うちらが怒られちゃうんですよ。ちゃんとから世話をしなさいって、ね、なるほど。そう、いや、そんなレベルが高いことやってもね、そうなんですよね。合奏って難しいでしょ。そう、あんまりこううるさく言われると、私もほらスタッフとしてカチーンってきちゃうもんだから、そうするとあえて車椅子の陰で鳴らしちゃいけない時にね、鈴をジャラジャラジャラいやいや、よそ見てジャラジャラジャラささやかな抵抗でささやかな抵抗でよくしましたけどね。いいですね。じゃあこれからどん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 開拓して、ね、そうですね、やっぱりこうなんかやっぱお年寄りが自分はメインですけどね、やっぱ今度子供たちと一緒にやってみたりね、いいかもしれないね。やっぱ一般の方でもね、やっぱ笑うって大事ですからね。大事だよね、特にビジネスマンがやっぱね、やっぱストレスもあるだろうしさ、そういうのやっぱ企業でもね、できたらいいな。そうだね、ね、取り込んでくれたりしたらね、いいかもしれないしね。ここで売り込んじゃうさ、せっかく支配人がいるから、支配人がいるからね、主演にいらっしゃいますよね。そうぜひぜひよね。バレスホテルでバレスホテルでね、もう名前出しちゃったいやほら、火曜日は青木さんから何でもありありって聞かされてるんで、何でも喋っちゃう。そう、ね、ああ、何でもありさんですね。初めて来ましたよ、火曜日、本当ね。あ、そうかそうか、ね、このカメラも自由に使ってくれていいよ、引っ張って。あ、こんなんですか。あ、ここ、あ、そう、こうそっちを移動してくれていいよ。そんなのあるの。そうですか、いろいろあるじゃん、そこら中に。高野さん、ね、オードアップあ、こんなん、あ、ここね、これ写して、これ。あ、これね。これ。これね。これ誰が書いてくるんですか。マルさん。マルさん。素人のくせに、素人の割に、素人の割に、割に上手だってことで。上手。京ちゃん似てるね、これ。本当。ありがとうございます。これだけ見るとね、外人みたいだけどね。外人みたいなもんじゃん。まあね。そう、外人って言われると、あのね、ハワイに旅行に行った時に歩いてたんですよ。そしたら日本人のね、観光してるお客さんに追いかけられて、すいません、写真撮ってくださいって言われたんで、あ、わかりましたってシャッター押そうとしたら、いやいや違うんです、一緒に撮ってくださいって言って、現地人に間違われただけです。待って、誰、小西ってこと間違えられた。あ、はいはい。黒いから？色も黒いし、その時も髪の毛やっぱり
ちょっと金髪に近かったのね。で、現地でほらアロハシャツ買って、うん、もう本当にラフな格好で歩いてたんですよ。うん、そう、それですごいやっきりして。やっきりして。純日本人なのに。取ってあげたのこうやって。あのどうぞどうぞってシャッター押してあ。あ、シャッター押して。ああ、そう。トラさんより顔でかいよ。私そう顔がでかいの悩み。いやこれ前にいるからでしょ多分、ね、いやそれは丸さんに聞いていじめでしょそれもいじめでしょ実寸大実寸大って言われてるけどちょっと痩せるよいやいやいや痩せるよヨガで痩せてヨガでヨガで、ね、わかりましたはい。でそのヨガでなんか、うん、なんだっけジブリッシュあジブリッシュ笑いってやつがやるんですよっていうのもあるんだってわ、うんうん、かるジブリッシュってなんかのパクリじゃあこれ高野さんがすごくね得意なんですよこれそうジブリジブリッシュワレツねあのねなんで僕がここにいるかっていうとそう宇宙語なんですよジブリだって宇宙語だからね勝又海海行ってこの2人がわけのわかんないこと喋ってんだよそう勝手にみんな弾いてないじゃあこれをみんなでやるんですよこれをちょっとやってみますじゃあ宇宙語の先生が今日はいるんどんな感じになったの今めちゃくちゃ言葉喋ってるんですよそう、宇宙語めちゃくちゃなんですねあの人からあ、宇宙語変わったからこんにゃくでこんにゃくでどんなこんにゃくでやったんだよこんにゃくでやったんだよどんなこんにゃくでこの僕ね。こんにゃくでなにゃくでなにゃくであんなのこってめちゃじゃんゴンデムやなんでよくじゅうやゴンデムやったまあこれをね、に全然まあこんな感じでやるんですねですジブリッシュワラこれも含めて寂しくないいや、寂しい寂しい寂しさ飛んじゃうそう、寂しさ飛んじゃう、もうねでもね、これですごい絆が深まったらしいよ、うん、そうそうそう、うん、もう何も言わなくても通じ合えるからねそれでなんかね女に興味がなくなっちゃうなんか言ってないもんそんなこと言ってないですよ、バンバンお教えしますよバンバンこれこれだからじゃああーじゃないよあーあーじゃねえよねはいそんな感じでやってますのでまたね皆さん勝俣笑いヨガクラブ第1水曜日10時から、うん勝俣会館でね、はい、あのこのトンのチンのカーの2人がいますからあの見に行ってくださいトンのチンのカーって褒め言葉ですよねトンのチンのカーそこ3人でトンのチンのカーじゃないですかいや私は違いますよあの水曜日第一水曜日真面目に私は仕事してますわけのわかんないことでトンのチンのカーやってませんからでもねまたね覗きに行きたいなと、ね、あぜひぜひね来てください、はいはい、そのためにあの仕事ずる休みしますのであぜひぜひずる休みしてください本当にねはい、はいでは次はまるさんのはいまるさんぽさんが始まりますこれをね書いてくれた方でおお楽しみね素人の割に素人の割にねくせにじゃダメだね割にねねそうすごい上手でしょ上手ねまたぜひぜひ皆さんオーダーしてあげてくださいねなんで私がここで営業してるんだって感じはいじゃあありがとうございました。ありがとうございました。